助けてと、そこに、うわーい、どこから湧いて出たこの怪物だもん。よ、待ってました。安心してください。天長の星を持つ男、カーディナル・ペーターが命に代えてもお守りいたします。かっこいい。バキッドサイ、強い、精一杯、決まった。あ、もうリンベルすがりつく。あなたしかいない。決まった。なんつって、というわけで、担当エリアの視察のためリーンベルさんに護衛を頼みたい。なお男二人は全くもって不要である。何これ、わからんのか。文面は仕事を装っているが、要するにこれは極上のクライアントが我がデートクラブ最強のコンパニオンを指名してきたということだ。ひどい、嫌よこんな仕事。いいか、お前は当店ナンバーワン。料金設定は2時間100万、延長は1時間ごとにプラス200万だ。いや、なに心配するな。当店は有料健康健全店、お触りなし、当然エロスもなしだ。もしお前に奴が何かしでかしたときは、俺たちがこのキャメラで証拠をつかんで。つまりリンベル、お前はむしろ積極的なくらいがちょうどいい。わかったな。わかんないわよ。初めての一人でのお使いだ。気合い入れてやってこい。さてと、俺たちも行きますか。マジで？初めてのお使いだ。こっそりついて行ってやらないとな。ふん、キャメラ片手によく言うぜ。こんにちは。あなたプロですわね。ごきげんよう。Thank you.
シーズンの最新モデル入荷したところなのよ。またね、坊や。うほ。あ。当エリア、現在立ち入り禁止だ。速やかに退去しろ。だらだらしてるよりはいいか。不幸な事故だよ。さあ、二人を探そうぜ。お前、ペーターと仲いいの？まあ、嫌いじゃねえよ。これで終わりさ。
適材適所。今回はこれだな。そこを動くんだ。これけんじゃねえ。遅い。その時は美しくないよって。邪魔しに行くの？むしろ応援しに行くつもりだ。あと何十発欲しいんだ。遅い。みんなで楽しもうぜ。響いてやるよ。ああ
運んできてくれた店長の星でしゅ。指輪になさったんですね。はい。幸せにはなれましたか。はい。ただいま幸せ真っ盛りでしゅ。でもこのバーゼルではたくさんの人々が苦しい生活を強いられているんでしゅ。天頂の星にはたくさんの人々の幸せを願っているのでしゅが、あなたがそう願うならきっと叶いますよ。意外といい雰囲気だね。一枚取っておいてやるか。今日は楽しかったでしゅ。それを受け取ったらデートじゃなくなってしまうでしょ。さあ帰りましょう。おい、受け取れよこの野郎。おい、ナイスデジャブ。どこから湧いて出たこの怪物ども。安心してください。全人類の幸せを願って、喰らえ天頂の星パンチ。ゼニスの寿命管理システムにアクセスするための作業に入ります。指輪は？大丈夫です。指輪そのものの形状を利用しているので、指輪自体に変化や損傷が起こることはありません。そうではない、いつできるのかと聞いている。まだ数ヶ月はかかるかと思われます。そうか。我々人間はクォーツを介してゼニスに管理されています。ゼニスを操作すれば寿命を伸ばすことも短くすることも可能になるわけですが、クォーツが割れるだけで人間は死ぬ。そうです。我々は自分のクォーツを発見し安全に確保しなければなりません。クォーツは新生児の産声とリンクして誕生することは分かっているのですが、成人となるとしらみつぶしに行くしかありません。年代別に配置の法則性があることが唯一の救い。最後は力仕事、時間との勝負といったところ。